極物道場。極物道場とは、世の中にある変なもの、変わったもの、役に立つのという極物を紹介し、称号を与えることで新しいものを作り、世に送り出したクリエイターに敬意を示す道場である。さて、今回はどんなものが登場するのだろうか。はい、今回の着物はこちら、じゃーん。太陽で動くソーラー池ポンプ、電源いらずということで、こちらですね、名前の通り、ソーラーでね、動く、ポンプのおもちゃでございます。はい、こちらはちなみにですね、秋葉原某店で1クッパ1980円で購入しました。では開けてみましょう。じゃーん。あれ、キャバはこれぐらいにしまして、実はですね、試運転のためにも開封してます。はい、まずはね、こちらの太陽光パネル、ソーラーパネルですね、がありまして、これがですね、7V140mAまで、出力できるようです。そして、それにね、つながる、ポンプですね。こちらポンプ系吸盤がついてて、まあね、平らな場所にこうくっつけられるようになっているようです。それにつけるね、管と、噴水の口の部分ですね、がついてます。で、こちら、穴がいっぱい開いてるやつとかね、ちょっとしか開いてないやつとか、いろんなタイプがあって付け替えられるようになってます。 And finally, inside one paper or manual. ほんほん。But I can't read English. Hey! 日本語で OK! はい、それではね、早速動かしてみましょう。これスイッチとかはないんで、太陽パネルをね、太陽に向ければすぐ起動する状態になってます。いきます。よっ。ん？角度が悪いかな。よっ、あ、出ましたね。 OK です。はい、こういう感じでね、噴水ができます。今度はですね、先端をこのちっちゃいタイプですね、穴の少ないタイプにしてみました。さて、どうでしょう。おお、やばい、すごい水が噴き上がるようになりましたね。穴が少ない分、その分圧力がかかってすごい高く飛ぶようになってるようです。これあれですね、プールの目洗うとこのあれみたいですね。はい、ということで、今回のこの太陽で動くソーラー池ポンプの、称号はこちら、じゃーん。エコで気分だけでも涼しくなるね、ド4段でございます。はい、ということでね、今日はこのベランダから撮影してるんですけども、こういう感じで、ベランダに飾っておいたら、夏場のね、こういう暑い日、気分だけでも涼しくなるんじゃないかなということで、おすすめします。次回もお楽しみに。